なんか佐野に血を思い出すような駅だ。大和田駅です。行ったことあるかな。ない。今日は高校時代からの友人を連れてうどん屋さんへ。でね、夜は一緒に浦和レッズの試合を見に行く予定です。よいしょ。じゃあそこら辺でオープニングをやるから。埼玉といったらうどん。うどん大好き、うどん子代表の私凛が全力でうどん屋さんを紹介しております。ということで本日はこちら東武野田線アーバンパークラインの大和田駅からのスタートです。ここから歩いてですね、うどん屋さんの方に向かいたいと思います。それでは行ってきます。えい、はい、ありがとう。おう、重くなった。クリアなんだけど、すごいなこれ。リュック重い。いろんなもん入ってる。身長縮みそうなぐらい。レッドプライス1の隣をここまっすぐ行くらしい。地図を見て、大和田駅からサバヤ手打ちうどんさんまでこんな感じで向かってます。ちょうど10分くらいで着くみたいね。そんな、どんどん行ってんな。なんだろう、祭りか。なんだこれ、入れないけど。この中に大和田の御用松っていう埼玉市の天然記念物があるらしい。第二産業道路にぶつかったらもうあとちょっと。ここで野田線の線路くぐってんのか。あれ、山田太郎だ。ほら、ロジャースの道向かいの白い看板、あれ山田うどんさんがやってるお店なんだよね。結構遅めに来ちゃったし、サバ屋さん閉まっちゃってたらあっちかな。あのね、お店も本当にお家って感じ。そうそうそう。あ、はいはいはい。あ、そこに上りがありましたね。住宅街になびく青い上り。ここだ。一日一緒。あ、売り切れ。はい、売り切れましたね。サバ屋さんやってなかったんで、じゃあ山田太郎行きましょう。うどんじゃなくてタンメンだけど。頑張れ頑張れドカベン山田太郎。初なんですか。初めて。何回もその熊谷の方にもあって、前は通ったりしたことはあるんだけど食べたことはないです。これ結構珍しくて、埼玉に6店舗と東京に1店舗だけなんだよね。埼玉タンメン山田太郎。さっき歌ってたけど、ドカ弁とは関係ありません。もともと70年代から80年代にかけてニューヨークのマンハッタンで太郎っていうラーメン屋さんを山田うどんさんがやってたんですって。それに由来してるってわけ。ほんじゃあ山田太郎さん、お邪魔します。テンション上がるぜ。カラフルでどれもうまそう。いろんなラーメンあるけど、まあ初めてなんでベーシックなタンメン一択でしょ。裏には定食もあったりと、麺物だけじゃないんだね。麺メニュー、これか、濃厚タンメン。うん、麺は普通。普通麺の量、あれ野菜はどうすんだろうね。決定でいっちゃってんの。ああ、これ野菜増し。なんか適当につける。いや、つけたくなっちゃうな。じゃあこれでしょ。唐揚げセットのライス付きいっちゃう。なんかいっちゃうよな。なんかうまそうだもんな。いけい。こちらが埼玉タンメン山田太郎さんの濃厚タンメン、野菜増し唐揚げセットのライス付き1050円。もう想像以上に野菜山盛り。絶対お米合うでしょ。うー、揚げたての唐揚げだ。来た来た、ライス大盛りいいな。行から定食はライスの大盛りが無料。最強の組み合わせだね。ではいただいてまいりましょう。前足ぐるぐる。あー、どんな麺かねと。ラーメン基準だとちょい太めかな。大好きな縮れ麺だ。ずっと、もう舌触りが良くもっちりとした噛み応え。野菜をバクッと。シャッキシャキうめえ。全て国産の野菜を使っているってことで、こういう安心感は嬉しいポイント。野菜増しマストでしょ。唐揚げにバクッとかぶりついて、味付けしサラダが進むぜ。熱々のサクサク、ビールが合いそう。この麺、北海道産小麦を 100% 使ってるんですって。確かにそのこだわりは麺を通して伝わってきたわ。
濃厚とメニュー名にありますが、この見た目の通りとろみがあるのではなく、めちゃ飲みやすいので老若男女問わず美味しくいただけるんじゃないかな。この素朴で癖になる味わいがさすが山田うどんって感じですよ。ごちそうさまでした。偶然の出会いに感謝です。歩いて大宮公園に行きましょうか。あー野球だね、間違いないわ。埼玉県、埼玉栄とあれじゃん。え、いい試合だね、2-1。そう、1点差。やーやばいやばいやばい。さっきは野球見てて、今からサッカーを見にですね、埼玉スタジアムの方に向かってます。ここが裏学です。前にいる浦レッズファンについていってるだけなんだけど、先頭が間違ってたらみんな間違ってるみたい。よいしょ。あー、ここの先に埼玉スタジアムがあるというのか。すげえ、めっちゃ駐車場いっぱいある。だいぶ近づいてきたんじゃないの。もうあとちょっと。すごーい、埼玉スタジアムです。チケットブース、タオルマフラー買います。こちらこの大きさ乗せていただいてもよろしいでしょうか。 E8 ゲート、ありがとう。すごい。うわーすげえ、うわすごい、うわすげえ。じゃあ試合楽しんできます。大雨で今試合中断してます。2-0でね、今負けてるところなんですけれども、ハーフタイムです。怖い怖い怖い、めちゃくちゃ怖い。解除アナウンスがあるまで安全な場所、屋根のある場所、またはコンコース、めちゃくちゃ怖い。今試合終わりまして、4-3で浦レッズは負けてしまったんですけれども、後半3点追い上げたんですけど1点も及ばず、悔しい。いやー最後でもよく追い返したね。本当ね、もうシュートチャンス何回も本当惜しい。あー小雨、あー全然降ってるわ、やば。はいはい、またねー。この度ボートレース隣にて第3回埼玉うどんフェアを開催いたします。開催日は8月の24と25の土日、各店舗自慢のうどんを用意してお待ちしております。すべて1杯500円、ぜひ個性的なうどんを食べ比べていただいて、埼玉のうどんの魅力にどっぷり使っちゃってください。ずっと私も通しで会場におりますんでね、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。来てねー。